プロスビエースということで、前回はですね、エキサイティングガチャを意中の人じゃなかったんですよね。なんで第2弾、今日もガチャ祭りリベンジ、ガチャ行きましょう。やっぱりあれじゃね、終われないでしょやっぱり。じゃあ今回のラインナップは、ロッテレアード、日本ハム太田、山本、菅野、今永、福留、床田、平田、石川、金子雄二、マッチ、松井裕樹っていうところが今回のラインナップですけど、一番今回欲しいのはやっぱ山本由伸です。なぜなら A の山本を結構持ってるからっていうね、やっぱあの極みにしていきたい。だから山本、あとちょっとピッチャーがもう弱いんで、山本、菅野、松井裕樹が欲しいっす。この3人がローテーション入れていきたいです。そんで他もし野手はだったら、ちょっとマッチがちょっと古いんで、マッチが欲しいっすね、野手だと。あとなんかいろんな人のやつを見たり聞いたりすると、なんか太田も守備力 A だから結構熱いらしいんですよね。なかなかいないらしくて、まあそんな感じで今回まずは1回限り無料が優しいですね、小波さんもがあるんで、まずこれを引いていきましょう。さあ調子くんレッツゴー。おー、いいね、来るね来るね。さあ誰だ。山本、菅野、松井。山本、菅野、松井。前回みたいなやつやめて。有原、太田、大志。まあまあいっか、なんかね、守備いいっていう噂聞くし、まあまあいいんじゃないね。でもあの前回の雄平とポジション被るけどね、ライトだから。いいんじゃないいいんじゃない。ここでお知らせがあります。エナジーを貯めてきたんですけど、6連回せないんですよね。前回の貯めてきたエナジーをあの源田と雄平と柳田のために使っちゃってないんですよ。でここまで無課金で頑張ってきたんですけど、これからは無課金じゃなくて美課金、ちょっと課金します。そんないっぱい、もうそんなガンガンしないです、美課金です。だから1ヶ月1万円にしよっかな。するとしても、しないかもわかんない、するとしても上限1ヶ月1万円まで。だから美課金で、だから今回課金します。あの引けないんですよ、エキサイティングが。悩んだんですけど課金します。チャリーン。さあ課金したよ。さあ頼むよ、これマジで本当。だまあ最後まで行くと1人もらえるから、まあ山本もらっちゃうけど、もう同じ人はいらないよ。最後長寿君絶好調、来た、いきなりいきなり課金したから、やっぱし、おお、長寿君絶好調、俺初めて見たで。おお、期待感出るわ、長寿君絶好調っつってたもん今。さあ誰や、伏見。おお、もう期待しかない。北条、柿沼、高橋。さあさあさあ、高橋ばっかり来た。菅野来たー。よっしゃ、調子くん絶好調。2枚引きかと思ったら、まあ、1枚だったけどね。まあ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 、いいでしょうね。今回はの狙いは山本、菅野、松井が一番人気で、マッチが次だから、いいっすね出だし。まあ、課金したら上がるのかな、わかんないけど。調子くん絶好調っつって俺初めて見たよ。レッツゴーとか見たことあるけど。さあじゃあ2回目行こう。今回レッツもいいんちゃう。前回マジ本当あれだったけど、期待値上がるね。いきなり調子くん絶好調っつったもん。
山本来た、おお来た嘘やん、嘘やん。今特に何もなかったで、演出が。山本来たで。やばくない？菅野、もう菅野山本来たで。あともう松井裕樹だけやで。しかも2回目やで。ふぅー、今回やばくない？やっぱ前回あれだったからな。うわ、テンション上がるわ。あとだから3回目やな。3回目は誰か絶対当たるから。さあ。さあ、誰、松井裕樹が待ってほしいね。さあ来い、誰や、まず勇気か、石川、多彩の変化球だね。まあ、かぶりじゃないからいいで。さあ、じゃあ4回目いきましょう。これだってもう3回です、3つ当たってるからね。お、突き出てるよ。流れめっちゃいいんじゃん今回。毎回来たことギャグやな。どうなの、どうなの、どうなの、どうなの。石川の絵、もういいね、これはいいね。強化したいもんね。あと2回、流れ良くない、やばくない、今回いいね。前回俺の一中じゃなかったからなんかあれだったけど、さあ4回中3回当たってるもんね。さあ行こうよ、よしこ、レッツゴー。来るのか、来るのか。おっと、これ来たんじゃない、また来たんじゃない、 S また来たんじゃない。誰なの、誰なの、誰なの。まずいか、マッチか、レアードでもいいよ。来た、いきなり福留来たー。うわぁ、福留来い。おぉ、福だ。2枚引きあるか。ほっ、ああ、太田の絵いいね、強化できるね。ほら5回で4人だよ、すごくない。しかも全員違うの。外野いなかったけど一気に飽和状態さあ最後絶対当たるから、まあ松井だね、やっぱり松井裕樹だね、やっぱりね。すごくない、6回で5人だよ、しかも全員違うの。前回何だったんやっていうね。いやー、課金しただけあるわ。さあ松井裕樹、東照国や、もうこれで。はい、いらっしゃい。ほら、だからピッチャー山本、菅野、石川、松井だよ、もう4人。そうなんで、太田と福留。ふー、テンション上がるね、今回は。今回はテンション上がるね。いいね。じゃあ、あれだね。じゃあ、契約書、最後に引いて、調子こいていこう。まずは、プロスピラビリンス、ボス撃破、契約書、S ね。誰かな、もう誰でもいいね。お、西武の平。おお、これからどんどん良くなっていくから、
あった方がいいね。さあ続いてプロスピツイッターキャンペーン30%契約書、これも調子乗ってるからいけんちゃう、 S 引いちゃうんちゃう、上り調子だからね。やっぱりあれやな、そんな甘くないのかな。でもう一回 30%、 さあ最後いい形で終わろう。どうなの、ノー演出だけど、どうなの。まあ 30% は当たんなかったけど、今日よかったね。またこれで頑張って育成していいチーム作ろう。さあということで今回こんな感じでした。今まで無課金だったんですけど、微課金でお願いします。